それでは先ほど A100 の構造を、紹介したところですね。108個の、SM の中にさらに、たくさんのコアが入っていて、階層的な構造をしたものになっていると。で、これがここね、この図でいう GPU というところにそういうものが詰め込まれています。で、この GPU が先ほどご紹介した通り、固有のメモリを持っていまして、これは CPU が書き込みをするメインのメモリとは物理的に独立したものになっています。なのにもかかわらず、GPU はデバイスメモリにしか読み書きを行いませんし、CPU はメインメモリにしか読み書きをしません。ということで、この2つのメモリのデータ転送は、また別の、やり方を使って転送をしてやる必要があります。このデータ転送に関しても OpenACC で指示をする。あるいは、その、コンパイルであったり、処理系に完全に任せるというような指定をすることもできますが、何にせよ、いずれにせよ相対的にかなり遅くなってきます。CPU はメインメモリに 200GB パーセカンドぐらいでアクセスできますし、GPU のメモリは非常に速いです。が、この両者のやりとりは 40GB パーセカンドなどという形になっていて、データを送り込んだり返したりするのは遅いということで、ここの処理をできるだけ減らすというのがポイントになってきます。で、ここで、その、データのやり取りが遅いのであれば、最初から全ての処理を GPU で完結させればいいんじゃないかというふうに思うかもしれません。ただし、GPU には OS は存在しないので、プログラムを起動するところは必ず CPU で行うことになります。なので、実質的な、配列、大きなデータを扱う処理を最初から GPU で全て行ってしまえば、データのやり取りはほとんど必要なくなります。が、最初からプログラムをすべて GPU で起動して、完全に GPU で完結させるということはできないということになります。ということで、GPU で高速化できるアプリケーションはどういうものになるかというと、一度データを送ったら、それを使い回して重い処理を実行し続けるというものになります。最低でも100回は使い回したい。例えば、データ量 n に対して n 次乗以上の計算量がかかるようなものであったり、反復法であったりが、好都合です。ここにあるもの以外では、時間積分を行うようなシミュレーションでも、GPU が有効な場合が多いです。なぜかというと、初期条件であったり、境界条件であったりを一度データを転送してしまえば、その後は何回も時間ステップに関して計算を行っていく中で、データを使い回すことができるように、まあ、頑張って書けば、うまくはまるということになりますね。で、それでは、このような性能を持ったコンピューターを考えて、これを CPU と GPU で実行したらどういう性能になるかということを考えてみます。CPU は 100GB/s で、メモリにアクセスできて、GPU は、そのメモリに 1000GB でアクセスできる。けど、CPU と GPU の間の転送は、20GB/s しか出ないということを考えます。それで A と B という N 個の要素を持った配列を想定して、で、まずは B を CPU から GPU にコピーする。で、N 個の代入の処理を行って、で、その結果を CPU に戻すという処理をする場合を考えます。で、もしこれ GPU を使わずに CPU だけで行った場合には、まあこういうデータのコピーの処理は不要なので、単なる代入処理ですね。この場合には、N 個の要素で A と B という2つのものを、配列を扱いますので、それを2倍して、
で、1個あたりダブルプレシジョンの8バイトのものを使っていますので、8バイトパーセカンド。で、CPU は 100GB パーセカンド。なので、N が10の9乗個あると、0.16秒ぐらいで終わるということが期待されます。CPU だけで処理をする元々のプログラムだと余計なコピーの処理はいらないので、こういうことになりますね。で、それに対して、もし GPU 上でこれだけのプログラムを実行しようとすると、A と B のバイト数を、メモリ性能で割ったものがあるんですが、それに加えて、コピーの処理にかかる時間も加わってきます。そうすると計算すると0.816秒になってしまって、CPU の処理に比べて大幅に悪いわけですね。これは GPU のメモリの性能が優れているんですが、データの使い回しということが全然起きずに、一度コピーしてすぐにコピーし戻してしまうということになって、データコピーが足を引っ張って性能が悪くなるという形になります。なので、単発の処理だけを GPU で行うというのはなかなか、難しいということがここでわかるかと思います。で、それでは、この、コピーの後での中身の処理を100回使い回す場合はどうなるかということを考えてみます。そうすると、配列の代入の処理の部分が100倍されてくるんですが、最初のデータのコピーの処理は、100倍されません。元々のままです。そうなると、CPU だと16秒ぐらいかかることが予想される一方で、GPU は2.4秒で済むということが想定されます。ということで、遅い処理である CPU と GPU の間のレータテンスをの割合が相対的に小さくなるように中身でたくさん使い回して重い処理をするということが重要になってきます。で、こういう特性は OpenACC に限らず CUDA 等を、あるいは OpenMP の GPU 用のものを使うものなど、まあ、GPU を使ってプログラムする方法は実はいろいろあるんですが、どれを使う場合でも、この原則はとても重要になります。ということで、ここで GPU 一般に関する話が一区切りとなりまして、ここからは OpenACC を使ってどうプログラムを並列化、高速化していくかというところになってきます。そうですね。それでは、とりあえず、説明としては次の方に移っていきますが、質問などがありましたら、いつでもスラックに書き込んでいただいて構いませんし、手を挙げるをしていただければ、気づければその際に、ご対応をします。それで GPU を使う方法というのは、いろいろあるということをさっき、述べましたが、まず、一番簡単な方法としては、ライブラリを使うというものがあります。例えば、FFT、フーリー変換ですと、QFFT っていうものがありまして、これを呼ぶだけで、GPU の力を使った、高速な FFT を実行できる。で、ただし、プログラムとしてやることは、GPU のライブラリを呼ぶだけということで、実際の GPU プログラムを行う必要はないので、非常に簡単です。また、行列計算に関しても、GPU 用のライブラリが、これに関しても整備されています。ただし、ライブラリ以外の部分は高速化されないということで、自分の処理に合うライブラリが、もしあれば、それを見つけ出して、使うということで高速化できるんですが、それ以外の部分、そもそもライブラリがないような処理をしている場合には使えないということになります。これに対して指示文ベースの、方法。これは OpenACC であったり、OpenMP の、ターゲットというような、種類のものもありますが、
何にせよ、こういった方法の GPU コンピューティングは、指示文を既存のソースコードに挿入するだけで、ある程度高速化することができます。なので、大量のソースコードがあって、それをできるだけ少ない手間で GPU 化したいというときには、OpenACC は、向いている言語になるということになります。で、さらに、一番難しいけど、性能を極限まで引き出せるというようなものとして、専用のプログラミング言語があります。これが CUDA であったり、OpenCL などであったり、そういうものになりまして、専用の言語で、より GPU の行動に、特化した言語になっていまして、性能最大限に引き出せる代わりに、難しいということになります。で、ここでは真ん中の OpenACC に関して扱っていくということになりまして、OpenACC は、本来 GPU だけに限定されたものではないんですが、まあ、実用上は、もっぱら GPU に使われることがほとんどなんですが、そうしたアクセラレーター用のプログラミング、言語、インターフェースになっています。で、言語としては C 言語と C++、Fortran に対応していて、それらに OpenMP のようなディレクティブを入れることで高速化していくというものになります。C 言語であればプログラマー ACC なんちゃらかんちゃら。で、Fortran であれば ACC なんちゃらかんちゃらというものになっていますが、ここで C 言語であれば Sharp、Fortran であればビックリマークで始まっていることからわかるように、それぞれの言語の集としてはただのコメントになっています。が、このような書き方をすると、OpenACC に対応したコンパイラーはこれを認識して、OpenACC のディレクティブとして、GPU 等にオフロードして高速化するという、処理が行われるというものになっています。で、現在では、NVIDIA の HPC SDK が無料で公開されていますので、これが性能を引き出すという意味でも非常に使いやすいものになっています。また、GCC も、OpenACC はサポートはしています。ただ、場合によっては性能が全然出ないということもあるようです。さらに、Cray のコンパイラーも OpenACC に対応しているんですが、これは、Cray 製の、マシンでしかおそらく使えないんだろうと思います。何にせよ、こうした指示文ベースですと、OpenACC を有効にしてコンパイルすれば、GPU 用のプログラムが生成されますが、OpenACC を無効にするオプションでコンパイルすれば、通常の CPU 用のコードとして、そのまま機能します。また、OpenMP の、CPU 用の指示文を脇に、そのまま残しておくこともできまして、OpenMP と OpenACC どっちを有効にするかということもコンパイルオプションで選びますので、複数のアクセラレーター用のコードを単一のコードとして記述できます。なので、CPU 用のコードと GPU 用のコードを別々に用意する必要がなくなってメンテナンスが容易になるというのが指示文ベースの言語の利点になります。これは、先ほどご説明した通りなんですが、特定のループ構造を非常に簡単に並列化できるということになっていて、万能ではありません。この OpenACC では主に、このようなポイントを指定することで、プログラムを並列化、高速化していきます。まずは、どの処理を GPU で実行するかということ。で、次にデータの移動に関、CPU と GPU の間でのデータ転送も指定します。で、さらに GPU でループを実行するという指定をしたならば、それがデータ独立な、ものなのか、リダクションをするのかということ。また、それ以外になりますと、まあ、これは並列化できずに、順番に一個一個実行していくということになって、あまり使いたくないものになるんですが、その種別を指定するということ。
この3つの要素が OpenCC での指示文の主な構成要素になります。で、OpenCC でできないことになりますと、データ依存のある並列ループの並列化ですね。これは CUDA を使うと、頑張れば並列化できるものも含まれます。で、あとは、データの、競合ですね。同じところに読んだり書いたりするというのが、少ない場合には、アトミック演算というものが OpenCC の、機能にありまして、それを使って解決可能な場合もあります。ただ、これは、一つのメモリの場所に同時にたくさんのものが書き込んだり読んだりするというようなことになると、非常に遅くて使い物になりませんので、そういう時には、クーラーを使って頑張って並列化する。いや、あるいは、すでにライブラリがあるならそれを使うということが必要になってきます。で、あとは、OpenACC で並列化することはできて、ある程度性能が出る場合にも、クーラーを使うと、GPU、NVT の GPU にはシェアードメモリという高速なメモリがあって、これを使って限界まで性能を上げるということが、クーダならできるけど、OpenCC ではできないというような、ものもあります。なので、OpenCC ではこのようなことはできないんですが、これが必要なのはアプリの一部分であることが多いです。で、なので、まあ、そういう、こういう OpenCC でできなくて困ったということがもしあったら、その部分だけクーダやライブラリを使うということをすると、手間を一番減らすことができます。なので、そもそも OpenACC で、できないことが、まあ、ほとんどであるようなプログラム、そういうものも、まあ、実際あります。なので、そうした場合には、CUDA を、最初から使うということが、最適であることもあるにはあるんですが、特にプログラムの量が多い場合には、OpenACC をメインで使って、それで足りないときに他の、手段を併用するということが最適なことが多いです。それでは一般的な GPU 化の手順について、ここで紹介していきます。まずはプログラムの中で重い部分を、特定していきます。これに関しては CPU 上のプロファイラーを何らかのプロファイラーを使っていうこともあるかもしれませんし、プログラムの中で、時間を計って重いサブルーティンを特定するというようなこともあるかもしれません。まあ、何にせよその重い部分を並列化して GPU で実行するということで、結構高速化を図っていくわけです。例えば CPU の中で、メインの、メインプログラムからサブルーティン A、B、C を呼んでいくというものがあったとします。で、その実行時間を調べたら、A が早くて、B が遅くて、C が早いということが分かったとします。で、この時に、サブルチンの B が非常に遅いから、サブルチンの B だけ、性能をすごい高めたいということで、クーダ化してしまおうと、もし考えたとします。OpenCC のことを、使わずに、サブルチン B だけをクーダしたら、クーダ化したらどうなるかということを考えています。すると、サブルチンの A を CPU でやって、B を GPU に移すときにデータ転送が必要になるということがほとんど。で、その結果をサブルチン C に渡すためには、またデータ転送が必要になるということで、このオレンジ、データ転送で、サブルチン B が高速化されても転送で遅くなるということが往々にして、あります。なので、実際には手順として、CPU、GPU 間のデータ転送を最小化するということが必須に、結果的にはなってくるというわけです。で、このプログラムが A、B、C を順番にループとして実行しているということを、想定してみると、サブルチン A の結果を B に使って、その結果 C に使うということで、データ転送をループの外に追い出して回数を減らすためには、A も C も結局、GPU 化する必要が出てくるということになりま
なので、クータを使うことだけを考えて、プログラムを、高速化しようとすると、本来は、チョリスとして軽いものも全て、クータ化してしまうということになってきて、これは結構大変なわけです。まあ、全体を、クータ化することがもしできたとすれば、ループが始まる前にデータ転送をやって、全部終わってからデータを戻すということをすることで、プログラムを高速化することができるんですが、手間が見合わない可能性が、高いということです。なので、まずは OpenACC を使って、これらの GPU 化を最低限行う。で、その中で、性能を詳しく見てやって、もし不満が残ったならば、その部分だけクーラー化するということで、手間を省きつつ、性能を求めるというのが、我々として主に推奨しているやり方ということになります。まとめますと、実アプリを GPU 化するには、データ転送を最小化する必要があって、結局、ほぼ大部分を GPU 化することになってきます。しかしながら、クーダ化は、工数がかなりかかるので、まず OpenACC で全体を GPU 化する。で、プログラムによっては、この時点で性能が十分なこともかなり多いです。なので、これで GPU 化が終了というのが、相対的に楽に GPU 化をする方法になります。で、OpenACC では並列化できないループであったり、性能が十分でないループがもし出てきて、かつ、これによってプログラム全体の性能が落ちているということが分かったならば、その部分をコード空欄化するということになります。こうすることで全部をクーダ化するのと、ほぼ変わらない性能をより少ない工数で達成できるということで、まず最初は OpenACC を使うことを推奨するということです。クーダを、実際に OpenACC と組み合わせるやり方に関しては、今回のコードとしては扱わないので、ここでは省略しますが、このスライドで説明していますので、後ほどご覧ください。それではこの OpenACC の実行のイメージを、説明していきます。何かしらメイン、ルーチンがあって、その中で一部のループを並列実行するということを考えます。で、左の1スレッドの場合には、単一のスレッドが全てのプログラムを順番に実行していくわけですが、OpenMP、CPU 用の並列、実行の、指示文があって、これに関しては、受講者の中で、すでに使って CPU 上で並列系統をやっているという方もいらっしゃるかもしれません。これは、この並列実行する部分を CPU のコアを使って、並列実行するというもので、その並列数は、せいぜい数十程度の少なめの並列化になります。で、この時には、そのメインのスレッドもこの中で基本的に参加して、ループを並列実行するという形になります。これに対して OpenACC では、メインプログラムを CPU のスレッドが実行するんですが、GPU でこのループを並列実行するとなると、CPU のスレッドは休んでいます。その後何が起きているかというと、GPU 上で GPU に搭載されている非常に多数のコアがこのループを並列実行する。これによってプログラムを高速化していくということになってきます。で、この並列化する部分を指示文を使って指定していくわけですね。ここでいうこのプラグマ ACC カーネルズというものが、GPU で実行する部分を指定していくものになってきます。で、そうですね。ここでは、先ほどご紹介したソースコードを、見ていくということになっていますので、これですね。
まあ、実際にはソースコードを見るだけでしたら、このリンクを開いていただいて、その中でブラウザでコードを見ていく方が、楽だと思います。ただ、Wistedia の中で実際の Jupyter を実行していくとなると、まあ、Wistedia にログインしていただいて、この手順を踏んで、コードを見ながら編集して、実行するということになるかと思います。どちらの方法でも構いませんので、ソースコードを、見ていただくと、いろいろと詳しいところまで見られるかと思います。一応、このリンクの、プログラムのリンクだけ、チャットに貼っておきます。おそらく、このスライドは皆さん、お持ちかとは思いますが、念のため、ソースコードの、そうしたら、共有を再開し、あ、ダイレクトメッセージだけで送ってますね。皆さんに、これで全員に、はい、送りました。すいません。それで、共有を再開しまして。この GitHub のリポジトリの中で C と F と C、Fortran とあるので、好きな方を開いていただいて、ここでは、まずは OpenCC Hello というものを見ていくことになります。スライド上では、これだな。はい、ここですね。先ほどご説明した通り、赤く、書いてある、ACC カーネルというもので、GPU 化する部分を指定する。で、一方、ループインディペンデントなどというものでデータ独立であることを指定する。で、またデータの、転送に関しても指定するという形になっています。で、ここでは、たった3行のループに関して、やたらたくさんの指示文が立ち並んでいて、煩雑な印象になるんですが、実際にはデータ指示文は、できるだけプログラムの外側に追い出して、いくことになるので、現れることは少なくなってきます。何にせよ流れとしては、まず CPU でデータを、メモリを確保します。で、その後にデータ指示文の指示に従って、GPU 上でのメモリの確保、またデータのコピーが行われまして、ACC カーネルズという指示文があるところでは、プログラムをカーネル、GPU で実行する。で、ACC のデータ指示文の終わりに差し掛かったならば、データの、書き戻しなどが起こって、最後に GPU 上で結果の出力などをすることができるという形になります。で、ここで、コード上、ここでは A とか B という配列があるんですが、GPU 上で実行されるプログラムと CPU 上で実行されるプログラムとで、同じ A、あるいは B と、いう変数が使われていますね。ただし、CPU 上のプログラムのホストコード、CPU の方をホストと呼ぶことが多いんですが、CPU のホストコードではホストメモリでの、B。で、GPU 上のプログラム、カーネルの方では GPU メモリで確保された AB を参照していきます。要は、名前が同じだっても、変数の実態がある場所は違うということです。なので、それらを ACC のデータ指示文を使って、データの同期を測って、結果が正しくなるようにしていくということです。
オープン CC の主な指示文としてはこのような種類に分けられます。アクセラレ GPU を使うことを指示する。このループを GPU で実行してくださいという文、ACC Kernels。これは必須になります。Kernels の他にも ACC Parallel というものもあるんですが、ここでは扱いません。で、次に、ループの最適化に関して、このループが並列、データ独立であるか、リダクションが必要なものであるか、あるいは並列ができないものかということを指示する文もありまして、これは、ほぼ必須というものになります。さらに、データの移動を指示する文、これも、ほぼ必須になっていて、これを使ってデータの転送を最小化して高速化していく。で、その他にも、いろいろな指示文があるんですが、今回は扱わないので、これに関しては、この講習会以外のところで、いろいろとインターネット上の情報なんかも充実しています。それではまず、必ず必要なカーネルズの指示文に関して、見ていきます。これは C のプログラムの方になっていますが、C では、シャーププラグマ ACC カーネルズと置いて、この括弧で囲んだ、スコープ、の中がすべて ACC、GPU で実行されるというものになっています。で、ここでは2つのループをまとめて ACC カーネルで囲んでいるんですが、そうするとコンパイラがそれぞれを、別々のカーネルとして、まあ、適宜分割して実行してくれるというのが通常です。まあ、ただ、コンパイルの実装によっては、なんかこれを一緒くたにまとめて実行するようなことも、なくはない。まあ、保証されていないので、どうなるかわからないということになっているそうで、これらの2つのループを分けて実行する必要がある。順番がごっちゃになると困るというようなことであれば、両者を、それぞれに関して、プラグマ CC カーネルをつけた方がいいです。新言語ではこの ACC カーネルの後の括弧は省略することができます。単一の for、ループを並列化するだけであれば、プログラム ACC カーネルの直後に for をつけてやれば、その for 文だけに ACC カーネルが適用されるという形になっています。で、このカーネルズの特徴としては、指示文が終了したときに、同期が取られます。つまり、一つのカーネルが終わったなら、すべての処理が終わらないと次に進まないということになっています。なので、あるカーネルで、A という配列に書き込みをして、次のカーネルで A という値を使っても全く問題ありません。なぜかというと、書き込みはここで完全に終了しているからです。これに対して、クーダーなんかですと、同期は暗黙に取られないので、そのあたりを注意する必要があるんですが、OpenACC では、あるカーネルが終わったなら、それに関する処理は本当に全て終わっていると思って、次の処理を書いて差し支えないです。それでは、サンプルコードの中で、OpenACC Hello、01 Hello ACC というものが C 版にも Fortran 版にもあるかと思います。なので、そのコードを、ご自分で開いていただいてもいいですし、あるいはこの、共有画面の中で見ていただいても構いませんが、この中で、どう、OpenACC 化が進んでいるかということを見てみます。で、このサンプルコードは完成されたものが置いてあって、指示文がいくつもあって、ややこしいかと思うんですが、まず何をするかというと、
GPU で実行したいループをカーネルで囲むというのが第一の手順です。で、このままでも、一応 GPU 上で、実行することはできます。これは MyCC カーネル、あるいはフォートランであれば、ACC カーネルですね。これをつけただけで、コンパイラーはベストエフォートで並列化をして、データ転送を行おうとして、おそらく GPU で実行されるけど、うまく動かないかもしれないという形になります。フォートランですと、ACC カーネルズをつけただけでもかなりうまく並列化されます。なぜかというと、フォートランは配列の、長さなどが、もともと、言語として配列に、紐づいて情報があるので、まあ、その情報を使ってコンパイラーがうまく判断しやすいからです。ただ、C 言語では配列の実態はただのポインターでして、その長さの情報はポインタとは独立なので、コンパイラーは、このループがあるときに、この処理が本当に独立なのかであったり、データ転送をどこまですればいいかということを見切ることが難しいので、詳しく指定しないと C では動かないことが多いです。まあ、実際にはフォートランでも、きちんと実行するときには、まあ、ちゃんといろいろ指定することになるので、最終的な手間はそこまで変わらないかと思います。これがフォートラン版のやり方ですね。ACC カーネルズと ACC エンドカーネルズで、GPU 実行したい部分を囲むということになります。フォートランだと A とあったときには、それは長さ N の配列であることをどこかで必ず指定することになるので、どこまでデータ転送が必要かということがコンパイラーはわかると。なので、こう書いただけでも一応 GPU 実行はできますが、データ転送が、ここで入って、ここで入ってということで、中で使い回しは起きないので、特に高速化はされないということになります。実際に性能を出していくには、この後でいろいろとやっていきます。それでは ACC カーネルズに、しばらく、11時41分ですね。ループ指示文の話をすると長くなるので、とりあえずここまでで、質問をお受けして、午前の部分を終わりにしようかと思います。